皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は防衛費をどれだけ増額するのか、今国会の予算委員会で質疑が行われております。そんな中で好きあらば増税、振り向けば増税という岸田首相得意の増税案が出てきましたので、今回はこちらの話題をお伝えいたします。それではまずはこちら、今国会で予算委員会が開かれております。そんな中で元防衛大臣の小野寺逸則氏、保守の議員です。しかしなんと派閥は岸田派宏池会なんですよね。岸田派の中にも保守の議員がおります。この小野寺逸則氏は先日国家安全保障戦略を自民党の中でまとめて政府に提言を行いました。で、この国家安全保障戦略をまとめる際、自民党の中にいるリベラル勢と対決して温厚な小野寺氏が切れるといった場面もあったそうです。それぐらい今回対決をして非常に踏み込んだ提言案となっておりました。ちなみに中国を初めて敵国認定したぐらい画期的な提言案となっております。そして今回こちら、衆議院の予算委員会でなぜ防衛費の増額が必要なのか、今までは GDP 比の 1% に抑えてきたので、まずは必要な部分、軍備の購入や整備、その必要な部分から当てられていったので、自衛隊員が使う隊舎、これがなんと戦前の建物を使用していると、そういった質疑を行っております。そしてなんとですね、陸自の栗浜駐屯地、昭和17年建築で築80年のものを未だに使っております。そして使っているのは通信の部隊です。つまり自衛隊のサイバーの中核となる部隊が築80年の建物を使っていると。そしてその窓ガラスを割られたらすぐに入られるといった建物を使っていると。こちらがその建物となります。見てください、もう耐震設計もなさそうな感じですよね。なので今まで防衛費が少なすぎたので、まずは隊舎にしわ寄せが来ていると、なので増額が必要なんですよと言われております。しかも熱く語っておりますので、まずはこの動画をご覧ください。それではどうぞ。部品や整備する予算にしわ寄せがいってるんです。防衛費は増えないからいい、そうじゃないんです。隊員の安全のためには新しい装備が必要だ、それを買うためにはどこからしわ寄せいっている、これが現状ですよ。もう一つ、下のこの自衛隊の隊舎倉庫であります、見ていただきたい。陸上自衛隊の栗浜の駐屯地、昭和17年建設、築80年、これ何の部隊かご存知ですか。実は栗浜は長年ずっと通信の部隊、その育成の中心でした。これからはここが自衛隊のサイバーの中核となる部隊です。サイバーの中核となる部隊の倉庫が窓ガラス割ったら入れるような、実はこういう戦前の庁舎がまだまだいっぱいあります。これに我慢して自衛隊員は使い続けてるんです。予算が増えない、減らないからいいじゃないか、違うんです。幸せが確実に来ている。私は必要な予算をしっかり積み上げるだけで、総理がおっしゃる相当の金額ということに。はい、いかがでしたでしょうか。小野寺氏、非常に熱く語られておりましたよね。それほどですね、今までは防衛費を抑えに抑えてきた、しかしそれでは足らなくて確実にしわ寄せが来ていたんですよ。なんと戦前の建物をまだ使っているんですよ。信じられませんよね。自衛隊の人たちは我慢して文句も言えず仕事をしてきたんですよ。皆さんお分かりいただけますよね。もしかして分かってないのは政治家だけかもしれません。それを受けて岸田首相、時事通信の記事です。防衛力を抜本強化。防衛力の抜本的な強化にあたって必要な裏付けとなる予算をしっかり確保していくと強調されました。そしてこちら TBS の記事です。立憲の泉代表にも防衛費について質問を受けておりました。それに対して岸田首相は、具体的な政策を整理してからその結果として数字が出てくる
と述べて、具体的にいつ決めるということは明らかにしませんでした。そして岸田首相は日米首脳会談で防衛費の相当な増額を表明しましたが、この増額の規模についても年末に向けて国家安全保障戦略を策定する過程の中で議論を進めていくと述べるにとどめています。まずは防衛費相当な増額というのは国際公約ということになりましたので、まずは間違いありませんが、規模については年末までに決めますと、つまり参院選の後に決めますと言ったんですよね。それはちょっと不安要素ということになります。つまり参院選で対象すると、間違いなく公明党から横やりが入りますので、やっぱり少し増える程度に留めておきます。なんてことになるかもしれません。そこで釘を刺したのが安倍元首相ということになりました。こちら TBS の記事です。安倍元総理、防衛費倍増目標政府方針に明記すべき、しかも来月策定の骨太方針に明記すべきと指摘をされました。政府が来月上旬に策定する経済財政運営の指針となる骨太の方針をめぐって、自民党の安倍元総理は、現在 GDP 比 1% 程度で推移している防衛費について、倍増する目標を明記すべきだとする考えを示しました。さすが安倍さんですよね。年末までに決めるというのを逃がしませんと、もう来月決めてしまいましょうということを言いました。そして骨太の方針の素案では、防衛分野について、ロシアがウクライナに侵略するなど、安全保障環境は一層厳しさを増しているとして、防衛力を抜本的に強化するなどと明記されています。その上で、AI、無人機などの先端技術の研究開発を進めることや、必要な弾薬の確保などについて、重点的な取り組みを進めることなどを求めていますが、防衛費の増額について具体的な目標は記されていません。この方針をめぐり安倍氏は、5年以内に GDP 比 2% の防衛費を確保することは当然のこと、方針の中で示していくことが求められると述べ、方針に防衛費の倍増目標を明記するべきだとする考えを示しました。そして政府は骨太の方針を来月閣議決定する方針となっております。なのでもう逃がさないように参院選の前に決めてしまいましょうよということを言われました。その通りだと私も思います。もし年末まで伸ばしてしまうと、間違いなく中国共産党が財務省や公明党を使って防衛費を増額しないように工作活動をするのはもう目に見えていますので、今決めておくのが一番妥当だということになります。なので皆さんも SNS で骨太の方針に盛り込むように発信をしましょう。そしてこちら産経新聞の記事です。安倍元首相は来年度の防衛費7兆円を視野に増額をという記事です。自民党の安倍晋三元首相は26日の安倍派の会合で、岸田首相が日米首脳会談で防衛費の相当の増額に言及したことを踏まえ、令和5年度予算、つまり来年度の予算について、防衛費は6兆円の後半から7兆円が見えるぐらいの増額が相当な増額だと理解している。世界中が注目していると述べられました。全くおっしゃる通りですよね。今 GDP 比 2% というと10兆円程度になるので7兆円でも少ないぐらいに見えます。もう防衛費の増額は国際公約なので世界が注目しているということになります。そして今年度4年度は5兆4000億円しかありません。ちなみにこれは当初予算ということになります。なので補正予算を合わすともうちょっと増えるということになります。そして安倍氏は政府の経済政策運営の指針、骨太の方針に関し、国内総生産 GDP 比 2% の防衛費を確保するという国家意思を骨太の方針の中に示すことが求められていると述べております。これは先ほど紹介いたしました。なので、防衛費というのは国家意思なんですよね。もし思っている以上に増えなければ、日本はもう守る気がないんだという国家意思を示してしまうということになるので、私はですね、この7兆円というのは最低ラインにしか見えません。それほど世界が注目しているということになります。そして、こちら時事通信の記事です。
今参院選前ということで、いつもでしたら防衛費の増額を反対する公明党が理解を示してきました。これはもう参院選対策ということになります。岸田文雄首相が先の日米首脳会談で防衛費の相当な増額を表明したことを受け、政府与党は25日防衛予算をめぐる調整に着手しました。そこで公明党は同日、増額に理解を示す提言を政府に提出しております。ただ際限のない拡大には反対で、2023年度予算で、つまり来年度予算でどの程度の規模とするかが当面の焦点となります。なので安倍さんは先ほど7兆円というラインを示しております。そして首相は25日の衆院本会議で、防衛費の計上に関し、まず行うべきは国民の命や暮らしを守るために何が必要か積み上げることだと説明。出ました、積み上げ論。そして防衛力を抜本的に強化する方針に触れ、予算をしっかり確保すると語っております。そして6月に予定される経済財政運営の指針、骨太の方針の閣議決定や8月の概算要求に向けて調整が本格化します。首相が23日の会談でバイデン大統領に防衛費増を約束したのは、中国、ロシア、北朝鮮の動きを踏まえ、日本の安全保障環境はかつてなく厳しいと判断したからだ。周辺によると、増額賛成論が過半数を占める世論調査結果が相次いだことが後押しとなったようです。やっぱり岸田首相はいつも世論調査を気にしていることがよくわかりますよね。もちろん政府も自民党もネット世論も常に確認しておりますので、日和見主義の政府に対抗するには声を出すことは非常に大事ということになります。しかも声の数が多ければ多いほど非常に重要になってきますので、皆さん SNS でもいいので声を出しましょう。そしてどこに声を出していいかは最後にご紹介いたします。そして今自民党は勢いづいております。同党は先月の提言で、 NATO が加盟国に求める国内総生産 GDP 比 2% の国防費を目安として、5年以内に必要な予算水準の達成を目指すよう提唱しております。そして防衛省の当初予算に限ると、日本の現状水準はおおむね GDP 比 1% 弱となっております。22年度は5兆4500億円になっております。安倍元首相は23日の会合で、5年間で NATO 並みに増やすことを念頭に、23年度防衛費は6兆円台後半とするのが適当だとの見方を示しております。そして7兆円の数字も出しております。なのでこの6兆円台後半から7兆円という数字が目安になってくるということになります。そしてここで公明党も増額自体は受け入れざるを得ないとの姿勢に変わりました。竹内政調会長は25日防衛費増額について、国民全体の共通認識に近いもう不可避だとですね、記者団に表明しております。もう不可避だ、敗北宣言みたいな言い方ですよね。そして幹部は、共産党みたいな反対論は参院選に向け得策ではないと語ったそうです。やっぱり政治家を動かすのは選挙が一番動くということになります。ただ平和の党の立場から歯止めは必要かっこ党重鎮としており、予算額や装備の内容を厳しくチェックする考え。装備の内容を見てわかるんでしょうかね。余計なことを言い出しそうですよね。なので自衛隊の制服組の皆さんがしっかりと主張しないと潰されそうな感じになりそうですよね。そして25日に出した提言でも、真に必要な予算措置に限るように釘を刺したと。そして自公間で綱引きが激化する見通しとなっております。なので最後の最後まで邪魔しそうですよね。なので創価学会の皆さんは思い出してください。今までが少なすぎたんですよ。しかも自衛隊は弾が足らないんですよ。なので増額するのは当たり前なんです。なので創価学会の皆さんは、あくまでも公明党が邪魔をしないようによろしくお願いしますね。そしてここで問題になるのが財源ということになります。財源確保も課題だ。財務省の諮問機関である財政制度審議会は25日の意見書で、財源について奇策や近道があるわけではないと指摘。 NATO には国防費増額と合わせて歳入も議論している国がある点を見落としてはならない
と記されております。つまりプライマリーバランスを黒字化しないといけないという議論があるので、増やしてくれるなというのが財務省の基本的なスタンスということになります。なのでそこを安倍さんは国債を発行すればいいと言われております。そして国債の財源は日銀が紙幣をすればいいと。しかし財務省はそれをやりたくないんですよね。それはこちら時事通信の記事です。自民党がついに財政再建派提言を了承しました。そして積極財政を訴えていた安倍氏にも配慮した提言となります。自民党は26日の政調審議会で財政再建を重視する党財政健全化推進本部本部長が額賀氏ですの提言を了承しました。ということで岸田派が勝ってしまったということになります。ということで自民党の中で財政健全派、つまり緊縮財政派の岸田派、つまりバックに財務省がいる岸田派、それに対抗するのが積極財政派の安倍派、高市さんもいます。そのどちらかを選択して参院選の公約にするんですが、岸田派が勝ってしまったということになりました。そして国と地方の基礎的財政収支プライマリーバランスを2025年度に黒字化する政府目標について、財政健全派の旗を下ろさず目標に取り組むとして堅持をしました。なのでやっぱり今岸田さんが首相でいるのでしょうがないという結果になりました。ただその他の部分で安倍元首相らの積極財政派に配慮した結果となっております。関係者によると防衛費増の必要性を主張する安倍氏は、提言案にあったいざという時に十分な支出ができるよう平時から財政秩序が必要とする文言の削除を要求、推進本部側が受け入れたということになります。で、聞いたところによりますと、最終的には財務省の人間をのけて政治家同士で話し合って決めたということになったそうですが、防衛費を増額するには財務省がいつも足を引っ張るんですよね。なので安倍さんが平時から財政秩序が必要という文言を削ってくれと、これがあるからいつも財務省が邪魔をできるようにするんだと、そういう提案は受け入れたということになりました。しかし安心は全くできません。それはこちら時事 .com の記事です。防衛費増つなぎ国債で政府が検討、償還財源が焦点という記事です。岸田首相が防衛費の相当な増額を表明したことを受け、政府は当面の増額分について将来の償還財源を明確にして発行するつなぎ国債で賄う検討に入りました。そして赤字国債を際限なく発行しかねないとの国民の不安を考慮し、財務規律を維持している姿勢を示す狙いがあります。いやいや、国民はですね、不安に思っておりません。それは財務省が嘘の情報を流して煽ってるだけじゃないですか。つまり日銀が紙幣をすれば国債の償還に充てることができるので、全くもって財務省の意見ですよね。そして実際に実行に移す場合、増税を含め償還財源が焦点となります。で、このつなぎ国債というのは何なのかということになります。こちらですね、つなぎ国債も赤字国債ではあるものの、将来償還に充てる財源を明らかにした上で発行する、その償還に充てる財源を決めておいて発行するというのがつなぎ国債ということになります。そして返済財源が不透明な一般的な赤字国債と区別され、償還期限も短く設定されるため、政府内には野放図な防衛費拡大を抑制できるとの見方がある。やっぱりこれが財務省の目的ですよね。野放図な防衛費拡大を抑制したいと。つまり財務省の目的がここに現れております。そしてですね、つなぎ国債の償還は岸田首相が大好きな増税で対応する案が有力で、過去の基礎的年金国庫負担引き上げの際には消費税増税が当てられております。例えば自民党が提唱する防衛費、GDP 比 2%、5年以内の達成を実現しようとすると、単純計算で年1兆円程度の増額分を増税で賄う必要が生じてきます。ちなみにこの1兆円程度、消費税で言いますと、1% の増税で約2兆6000億円です。なので消費税 0.5% で1兆3000億円ぐらいになるので、0.5% 消費税増税しますと、
言いかねないということになります。岸田首相ならやりそうですよね。財務省なら十分岸田首相を使って言ってきそうですよね。そして相当な増額をどの程度の期間維持するのかも課題となります。増額分は複数年度に分けて積み上げられるとみられ、期間が長引けばそれだけ国民負担は増す。与野党は基本的に増額には理解を示しており、参院選では規模や財源、負担のあり方が争点になりそうだ。ということで皆さん、みなし国債、裏に増税が控えているということになりそうです。皆さんもちろん反対ですよね。増税なしに防衛費を増額する、もちろんそれは普通の一般の赤字国債で可能です。それを皆さん訴えていきましょう。そしてどこに訴えればいいのか、それはこちら岸田文雄さんのホームページです。国会事務所の電話番号はこちら、そして地元広島の電話番号はこちらになります。そしてこちらのページは説明欄にリンクを貼っておきます。そしてこちら首相官邸のご意見募集のページです。今回の防衛費の増額について、そして財源について何かご意見とご感想があれば、こちらに入力して送られてみてください。ちなみに送ったからといってすぐに実行されるわけではありません。何度も何度もしつこく送ることが大事です。そして数も大事です。それをやっているのは左翼の皆さんです。左翼の皆さんがもう何年も何年もしつこくしつこくやっているのを保守の皆さんも見習いましょう。なのですぐには叶いませんが、しつこさと数が大事です。こちらも説明欄にリンクを貼っておきます。そしてこちら自民党のご意見フォームです。こちらもですね、自民党にご意見を送ることができますので、説明欄にリンクを貼っておきます。ということで、防衛費を増額するのは当たり前なんです。今までが異常なぐらいだったので、もちろん皆さん声を出して防衛費を増やしていきましょう。そして財源は一般の国債で、増税にならないように訴えていきましょう。ということで、またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメントも、また動画にできないことはツイッターでつぶやいておりますので、ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。